だけよ。うまいっすか。ああ、美味しい。いいっす。ああ。由来から言いましょうね、お宮のね、あの岡ノ原天満宮って言うんですけどね、名前は、名称は。これは延期5年、だから西暦1905年ですかね、に社ができたんですね。それから天文3年って言いますから西暦1534年ですね。これに飢饉や疫病が流行しましてね、病気が流行してですね、そして大勢の死者が出たんですよ。それで、大平氏小平氏という2人の死者をね立てて、で祭り事をしたわけです。それはお宮にそれを祀ってね、そして神楽を舞ってにやかして、まあ神さんを慰めたわけですね。病疫病が治るようにということでね、治してくださいということでね。ああ納めますな。そして今度はお祭りの中のこの長持ちという行事なんですけどね、これはですね、昔は大平氏と小平氏の前に建てて、お祭りに建て、代わりに建てた人が、昔は馬に乗ってですね、
あの前に寄ったんですね。だけど今はもうそういう馬がおりませんしね、田舎の人が馬を飼っていませんからね。今は徒歩で大兵士小兵士があの行列作って行きますけど、その通り物にですね、やっこ長持ちって、この長持ちですね、これが長持ちって言うんですけどね、そのものをもう一つ前にあの備え立て地で槍とか弓とか持って、あの萩のお祭りご存知でしょうか。こうしてね、よーいしーってあるんですよ。これ前からさあこうなーってね、こういうあの動作を繰り返してね、ずっとその道を流して歩くわけですね。ね、あとはそれに反射するんだよ。この長持ちというのは、その元々嫁さんが大兵士小兵士へからのの荷物をね、これに積んであとついていくというわけなんですよ。大兵士小兵士さんの荷物を積んでね。だけど今この長持ちはその嫁入り道具をこれに積んでいくというふうになって、でまあ長持ち歌という歌を、その長持ち歌というのは嫁入りする時の歌なんですよ、はい。だからちょっとそのふざけたあれもしますけどね、どしこいどしこいというようなね、面白いあのねえ、あー娘にゃー向かったね、あっそのまたケーキで、ええ、そしてね、お金をもらうというのは、あるいはちょっとお金をもらうと言ったら語弊がございますけどもね、結局お祭り事ですから、必要とされるうちお祝い事ですから、一つあの運をつけるためにね、うちの家に振り込んでくださいって言われればね、この長持ちをって、まあ、どうしようね、まあそのお礼としてですね、だから玉串料ってよくお宮にあのあげるお金はね、玉串料って言うんですけど、この玉串料としていくらでもいい、金額は言いませんから、気持ちだけもらってあのずっとにやかして歩くわけです。そういうものをいただくんですよ、はい。昭和16年頃ですかね、だから終戦前ですよね、はその部落の人たちがみんなで宮野の大山寺と河原と、それからもう一つ駒坂市というこの 奥にあの住所、あの名前の住所がつくとこがありますけど、その三部落が受け持ってですね、お祭りごとをやっておったんですけれどもね、駒坂さんが抜かれたわけですよ、脱退されたわけです。だから今宮野ヶ原という部落と大山寺という部落と二部落でねやっておるんですよ。そしてあの戦時中はですね、男の人がおらないから女の人がやったんです、はい、ご婦人がね行列をやったんですよ、まあ、そういう歴史もありますけれどもね。そして終戦後はずっとこのだんだん若い人が少なくなりましてね、もう年寄りだけじゃもうこういう行事ができないからというので、
このふるさとの保存会というのを新しい人を立ち上げてですね、そこが受け持ってお祭りの代わりに今大山寺と河原の代わりにですねやっておるんです。キス触れれそうですね。私はもう昭和ね53年かな、私下関のに勤めておりましたからね、それでこちらに帰って父が家の方あの農業なんかやっておりましたからね、それで父が年取ってきたから私は帰ってきたんですよ。そして帰ってきた年が昭和53年、だから平成の前ですよね。まだ昭和53年に帰ってきまして、それで山口に今度は勤めながらですね、毎年この手伝いに担ぎましたよね。この前をこの前専門に私はね十何年ね、だから是非残したいと思います。私の父もこれ出ようたんですよ、これ手担いで。まだまだ昔はこの宮野の新橋から今日通ったあの道筋ですよね、あれは賑やかだったんですよね。お魚屋さんとか散髪屋さんとかね、散髪屋も2軒ありましたしね、魚屋もありましたし料理屋もありましたしね、旅館もあったんですよ。そういうふうにこの町はまだまだ賑やかやったんですよ。だけど今はみんなもうああいうふうに商売全部やめられて、それから転居されたりして、今ほとんどね商売する人はないでしょ。昔はそういうふうに賑やかやって、私の小さい頃には小学生の頃小さい頃にはね、お袋に連れられてよく見に行ったんですよ。うちの親父も出ておりましたからね、そういうあれがあるので、私もぜひやっぱりそのこういうお祭りはね復活させたいと思う。復活じゃなしにしたらいかんと思ってね頑張っております。はい、まあ今から何年頑張れるか分かりませんけどね、まあできるだけお世話してあげようと思っております。まあそういうところでございます。去年の3月3日の晩にはお前の方から補助がないかい、あやってるやってるやってる証拠にはけじもが降ってる、そのまた景気でどこへどこだめどこへどこだめどこへ、どうもありがとうございました。ああ、外国の方に手伝いにしてもらったの？いや、外国の方に手伝いはあなた方が最初じゃないでしょうか。はい、私たちも大変喜んでおります。はい、ぜひ一つ続けてください。応援に
歓迎いたしますから、はい、ちょっとこれで世界にこう広げていっちゃう。